で、今こんな感じなんですが、どうせならオール A 狙っていきたいですね。さあ、打者ネオアキラから始まりました。思わぬ形で投手能力もね、結構伸びてるんですが、バクヒさんは一応コントロール C ぐらいまで上げて、その後は、そう、吉田世代。お、え、誰、さあ、見ていく。岡林、まさかの岡林転生です。ありがとうございます。まあ、ただ結構ステータス上がってるから、そこまで、あ、でも伸びるね。守備系伸びるね。まあ、もともとね、基礎ステータスが高めな岡林なので、まあ、でももちろんね、上がるに越したことはないし、これでオール100も、見えてきたかもしれません。まだ2年生です。